ディエゴ・マリン・アギレラは18世紀にグライダーで飛んだという伝説のあるスペインの人物である。コルーニャデル・コンデで生まれた。父親を亡くした後、7人の兄弟ために農業や動物の世話をして働いた。水車の機能を改良する部品などの発明を行った。彼は空を飛ぶワシに触発されて空を飛ぶ機械を作りたいと考えた。 六年間をかけて、自らの公案で、木と鉄と布と、自ら作った罠で捕まえた鳥の羽毛を使った。捕まえた鳥の体重や、大きさや翼の寸法から、機体の重量と大きさを決めた。鳥の飛行を注意深く観察し、村の舵や、ウォーケイン・バルベーロと共に、翼とビブを組み立てた。一組の回転できる、中鉄製のジョイントや、あぶみが付けられ、 方向が変えられるクランクが付けられていた。1793年5月15日の夜、カジーヤのバルベール及び妹の一人を伴い、コルーニャデルコンデの寺院の最も高い場所に期待を置き、満月の光の中でアギレラは、エルブルゴでお住まへ行って、その後、ソリアまで行って、一両日中には帰ってくると宣言した。アギレラは翼を羽ばたかさせて、 5から6メートルの高さに飛び上がり、約360メートルの滑空に成功したが、翼のジョイントが壊れて地上に落下したとされる。仲間が駆けつけると、アギレラは、かすり傷と打撲を負っただけで、鍛冶屋に対して、ジョイントがまさしく作られていなかったことをのしった。町の人々はアギレラが狂ったと信じて、彼の飛行具を焼いてしまった。 希望を失い、再び飛行を試みることなく6年後に44歳で記録を残すことなく没死した。近くの教会に埋葬された。スペインでは航空の父と呼ばれ、アギレラの飛んだ寺院に空軍が記念碑を建てた。2002年にその寺院は崩れかけた建物を復元することを条件に1ユーロで売り出された。ABCD パラペンティエヌ。 ブルゴスハット ABCD ディエゴ・マレン、アギレラ・ハットアメリカン・インスティチュート・オブ・エアロ・ノーティクス、アンド・アストラノーティクス・ヒストリー・スペイン・ハット、コルニア・デル・コンデ、クルーニア、ディエゴ・マレン・アギレラ・ハット・パノラミオ、フォト・オブ・コルニア・デル・コンデ、ハット BBC ニュース、メディア・リポーツ、キャッスル・イン・スペイン・ゴーイング・フォー、A ・ソング。ありがとうございます。